ケルト人のハープタリエシンは、カンブリアの詩人。アルフレッド・テニスンの、国王牧歌及びその後の作品の一部では、タリと綴られる。彼の作品は中世ウェールズ語の写本、タリエシンの書に残っている。少なくとも三人のブリテン王の宮廷で歌ったと、される、有名な義偉詩人である。イボー・ウィリアムズによれば、現存する六世紀の詩のうち十一編がタリエシンの、 作であるものと思われている。このことから、タリエシンは、ポーイスのブロホバイルやスギスロクに555年頃に、宮廷詩人として、使えるようになったと思われる。そして次の大きなガルウィン、またレゲッドのオーイリエンレゲッド及びその息子をワインに、使えた。アルデリッズの戦いをはじめとする、死の中に現れるいくつかの出来事は、他の資料にも見受けられる。 伝説や中世ウェールズの詩の中で、タリエシンは大抵、タリエッセンベンベイアドドとして紹介される。また、デン、ネンニュース、ブリトン人の歴史では、タルヘラム、タッド・アーウェン、アンネリン、ブルックバード、シアン・グイニース・グアウドと共に、ブリテンの五大詩人の一人に数えられている。伝説によれば、タリエシンは、グイズノの、息子エルフィンのもで育てられ、マーレグン・グイネズが、 黄色い病で死ぬことを予言したとされる。後には、神話上の英雄としても位置づけられ、ベンディゲイド・ブラン・ヤーサー王の仲間として登場する。タリエ神の神話上の生涯については、エリス・グリーフィズの記述に始まり、その後何度も描かれている。除ジ詩ジから集められる、事実の中には、タリエ神の生涯を語るものは、ほとんどない。また、ブリトン人の歴史には、 タリエシンの名前、称号、あだ名などは全く出てこない。つまり年ニュースの時代には、タリエシンは、まだ6世紀を代表する詩人として語られて、いなかったのである。タリエシンの伝説に関する最古の記録は16世紀の、ものである。それによると、タリエシンは、グルイズノの、息子エルフィンの養子で、輝く学を意味するタリエシンの名前もエルフィンが与えた、ものである。 エルフィンは後にケレディジオンの王になった。伝説によれば、タリエシンは、その後アベルディフィの宮廷で育てられ、13歳の時に、エルフィンのおじであるマーレ軍グ,グイネズ王を訪れ、王の危機と死に様を予言してみせたという。タリエシンが、アーサー王の宮廷詩人だったという説は、おそらく11世紀頃の作と見られるキルフフと、オルウェンから存在する。それが、テニスンの、 国王牧下や、チャールズ・ウィリアムのタリス・ルー・ログラスなどのように、時を経るごとに発展していったものとみられる。いずれにせよ、歴史上タリエンの経歴は6世紀後半あたりで、途切れており、アーサー王実在説によれば、アーサー王がモン・バドニカスの戦いで勝利したのは500年前後とされており、時期的は一致する。カンブリア年代期には、 カムランの戦いでのアーサー王の死を532年としており、ブリトン人の歴史でも数年後の542年としている。ケレディジョンにある、球場古墳、ベズ・タリエシンは、タリエシンの墓と言われている。また丘のふもとの取れタリエシン村も彼にちなんで、名付けられた。18世紀頃の文学技作者、ヨロモルガヌグが所持していた写本では、タリエシンは、 三辺ンンノックの聖ヘヌグの子だとしているが、これは他の記述や伝説と矛盾する。タリエシンの書は10世紀はエールズの作品と言われている。タリエシンの時代ではすべての詩が口伝で伝えられてきたため、この原文も400年を経た時点での表記法で記録されたものと思われる。イボー・ウィリアムズは1960年原文に注釈をつけたものを、 カヌ・タリエッセンとして発表し、その後1968年に英訳版のザ・ポエムズ・オブ・タリエッセンを発表した。16世紀中頃、エリース・グリフィズは、タリエシンの神話上の生涯について描いた。ここには、アイルランドの英雄フィンマックールと知恵の酒のエピソードに、いくつかの類似点が見られ、また、創作神話の特徴を多く持っている。 ジョン・ジョーンズ・オブ・ジェラリー・フディによって1607年、頃書かれたと思われる、これと、わずかに異なるバージョンも存在する。以下の物語はこれら両方を合わせたバージョンのもので、ある。タリエシンは、グーイオン・バハという名の、魔女・ケリドーエンの召使いとして生まれた。ケリドーエンは美しい娘の他に、モルブランという醜い子供がいた。 いかなる魔法もモルブランの顔を整えることはできず、ケリドウエンはその代わりに知識を与えることにした。ケリドウエンは、知識とひらめきを与える霊薬を、一年と一日を、かけて作った。その間、大鍋の下で、モルダという盲目の男が火を焚き、グイオンは大鍋をかき混ぜていた。この大鍋の中の液体のうち最初の三滴だけが、霊薬となり、残りは、 毒となるのである。グーヨンが鍋をかき混ぜていると、三滴の雫が、グーヨンの親指に跳ねて、グーヨンは思わず、親指を舐めてしまい、グーヨンは、その瞬間に、あらゆる知識を得た。すぐに、グーヨンは、このままでは、蹴り動園に殺されると悟り、逃げ出した。グーヨンはすぐに蹴り動園の怒号と、追いかけてくる足音を聞いた。グーヨンが鹿に変身して逃げると、 ケリドウ園は、猟犬になった。グーヨンが魚になって、川に逃げると、ケリドウ園は、川嘘になって追いかけた。グーヨンが鳥になって、うつろに逃げると、ケリドウ園は、ワシになって追いかけた。疲れ果てたグーヨンは一粒の麦になって隠れたが、ケリドウ園は、面鳥になって、グーヨンを食べてしまった。するとケリドウ園は妊娠した。腹の中にいる子供が、 グーイオンだと分かっていたため、ケリドウエンは子供を殺そうと決めたが、いざ生まれてみると、子供のあまりの美しさにできず、結局皮袋に包んで海へと捨てたのだった。やがてグーイズノの、息子エルフィンが酒を釣っている時、子供が浮かんでいるのを見つけた。エルフィンは、ジマダルイエシンと叫び、こうして、タリエシンと名付けられた子供は、このような、美しい歌を吟じ始めた。 エルフィンは驚き、なぜ赤子が喋れるのかと問うた。するとタリエシンは、このように歌った。数年後、タリエシンが13歳になった時、エルフィンは、マーレ軍グイネッズ王の宮廷に仕えており、タリエシンはこの宮廷のどの主人よりも優れており、自分の妻は、どの宮廷の女性よりも優れていると言った。マーレ軍の息子ルーンは、エルフィンの妻を誘惑して、 彼の言葉が真実ではないことを示すためにエルフィンの家を訪れた。ルーンはエルフィンの妻を酔わせて結婚指輪を外させ彼女の放らさを証明した。だがエルフィンの嘘はまだ確信できないとされた。次にマーレグンはタリエシンに対して宮廷の詩人よりも優れていることを証明しろと迫った。するとタリエシンは 長大な死で王の凋楽を予言した。王の詩人たちは赤子のうめ木のような声を上げるだけであった。こうしてエルフィンは牢から釈放された。ありがとうございます。